こんにちは、ミチョスです。手帳と文房具が大好きで、いつもこちらのトラベラーズノートを使ってます。今回の動画は手帳タイムの様子を流しながら、文房具や手帳のことについて雑談していきたいと思います。いつもトラベラーズノートのことしか話してないって？はい、そうなんですよ。今回もですね、トラベラーズノートのことについて語っていきます。最近トラベラーズノートの新しいニュースがね、本当に多いです。いつもは夜の手帳タイムを流してるんですが、今回は昼間に撮ってみたので、ちょっと見やすいかなとは思います。前回の手帳タイムの時に、トラベラーズノートの限定オリーブエディションが復活して定番になるっていうお話をしたんですが、発売日がついに決まりました。4月13日木曜日だそうです。そして、その時に同時に定番商品がさらに増えるそうです。これはびっくりしました。ちょっと個性的なリフィルを集めた B サイズレアリティーズっていうシリーズがあったんですが、いつの間にかに生産が終わってまして、なんと今回 B サイズレアリティーズの中で2種類復活して定番化します。わーもうほんと嬉しい。まず1種類目は、剥離紙でできたシール台紙リフィルです。ツルツルのシール台紙をそのままノートにしたようなリフィルで、ステッカーやシールを貼って剥がすことができるので、これで保管することができます。これね、本当に嬉しいです。ちょっと前に、あれ、このリフィルなんでなくなったのっていうのを、どっか、ツイッターだったか、どっかで言ったばっかりだったので、いやーもうね、本当に嬉しいです。そして、蛇腹ノート。これもね、嬉しいです。横に長い用紙を蛇腹に折りたたんで一冊のノートになってます。表裏合わせて13面あるので、計画表を作ってもいいし、コラージュしてもいいし、いろいろ作りたくなります。以前買った時に何回か失敗してしまったっていうのもあるんですが、B サイズレアリティーズの中でこのリフィルを一番買ってたので嬉しいです。表紙には変更がありまして、今までの表紙も好きだったんですが、2種類とも表紙がシンプルになって、他の定番商品と同じようにカスタムしやすくなってました。あとはリペアキットがリニューアルします。一番最初はトラベラーズノートは2種類しかなかったので、替えのゴムが4本と金具が1つのセットだったのが、定番商品が増えたことで替えのゴムが8本、しおり用の紐が2本、金具が1つに変わって、今回オリーブが入ることでさらにリニューアルして、替えのゴムが5本、しおり用の紐が2本と金具1つ、今まで一緒になってたスタンドカラーとスペアカラーの2種類が別々の展開になるそうです。もともと本体についている黒、茶色、キャメル、ブルー、オリーブの5色のゴムをセットしたスタンドカラーと、スペアとして付属している赤、オレンジ、グリーン、マスタード、ブルーグレーの明るい色味の5色をセットしたスペアカラーです。オリーブは今回レギュラーサイズとパスポートサイズの2種類展開で、ブラスボールペンは出ないみたいですが、オリーブのペンホルダーも出るそうです。もともと2017年に限定カラーとして出ていて、で、再販の声が多く、もっと早く定番になる予定だったそうなんですが、昨今の旅に出られない状況から発売が、今まで延期してたそうです。で、今回新たに色を1から作り出したそうなので、もしかしたら前のオリーブと並べてみたら少し色合いが違うかもしれません。このね、なんとも言えない深いちょっとくすんだ緑色がすごい素敵です。このイラストのオリーブはちょっと緑が足りない気もしますね。トラベラーズカンパニーのサイトでもう写真が出てますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。そして、3月1日と3月6日に発売して2分で売り切れたというトラベラーズノート。モスバーガー50周年記念のコラボです。パスポートサイズの革カバーとリフィルとブラスボールペンチャームのセットです。ブルーとキャメルの2色展開だったそうです。これはモスの Life with Moss というサイトで売ってたんですが、さっき見たらもう商品ページがなくなってました。磯貝仁久さんという方のイラストが刻印された革カバーとリフィルに、チャームになっている帽子をかぶった男の子はリルモスくんというそうです。去年から登場の新キャラクターで、前にあったハンバーガーに顔がついたモスさんっていうキャラクターは引退されたそうです。いやー知らなかった。
あ、そうだ、あのモスバーガーって何っていう海外の視聴者の方もいると思うので、ざっくり説明しますと、日本のハンバーガーのあのファーストフードのチェーン店で、レタスだけでパティをサンドしたレタスバーガーがあったりとか、厚切りのトマトがサンドしてあったりとか、野菜が多いハンバーガーがあるイメージです。この説明で合ってるかな。一時私はちょっと辛いミートソースが入っているスパイシーモスバーガーっていうのにすごいハマった時期があります。美味しいです。でもまさかトラベラーズノートがファーストフード店とコラボする時が来るとは、すんごいびっくりしました。あともう一つ、トラベラーズノートの公式サイトでやっているみんなの投稿っていうのが3月末で終了してしまうっていうことです。みんなのカスタマイズ、みんなのフォト、みんなのストーリーっていうユーザーの投稿を紹介するページがありまして、手帳の使い方や写真、旅日記とかコラムなども紹介されてます。なんだかんだで今まで眺めるだけで全然送っては来なかったんですが、結構前からあるコーナーなのでちょっとね、寂しくはありますね。それぞれ募集内容は違うんですが、写真でもイラストでも文章でも漫画でもどれかしらには送れるので、今書いてるこのページを出すか新しく書き直すかわからないんですが、最後に投稿しようと思ってます。あー、なんて言うんだろう、なんか最近いろんなものが急激に変化してってる感じがします。ここ数年で生活スタイルもすごく変わったし、個人的には仕事も変わって、トラベラーズノートもどんどん変わっていく、 SNS や映像もどん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 変わっていく、この変化についていけないかもっていう怖さと、新しいことが始まる、新しい挑戦ができるっていうワクワクがもう常に混在してます。はい、では手帳もそろそろ書き終わるので今回はここまでにします。今回いろいろ発表されて全部嬉しかったんですが、個人的には B サイズレアリティーズが定番化したっていうのが一番嬉しいかもしれないです。もちろん革カバーも好きだし、オリーブが復活っていうのもすっごい嬉しいし、限定セットもこだわってて楽しいなって思うけど、やっぱりリフィルをどう使うかって考えるのが私は一番楽しいです。皆さんの気になった情報がありましたら、ぜひぜひコメントで教えてください。モスバーガーゲットしたよっていう方もぜひぜひ教えてください。では最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。